はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂つくやっていきましょうということで、アップデート来ておりますので、アップデート解説していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでまずはこちら SWCC の予告が来ております。まあ、いつものごとくという感じで、開催は6月の23日ということなので、2週間後水曜日のアップデ後から始まるということですね。まあ、月末の SWCC 30回大会、まあ、記念すべき30回大会という形になりそうだなというところで考えると、これもしかしたらですけど、どうなんでしょうか、新監督出てすぐとかに、なってしまう可能性もなくはないのかなというふうにも思っておりますが、どうなんでしょうか。続いてエントリーの方は来週のアップデ明けからスタートということなので、忘れずにエントリーしていきましょう。まあ、うちはいつも通り、ダイヤモンドディビジョンで行っていきたいなというふうに思います。まあ、前回大会の雪辱を返してですね、まあ、なんとか、ベスト64に入って、決勝トーナメントでなんとかですね、上の方まで勝ち上がっていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、気合い入れてやっていきたいなというふうに思います。まあ、手応えは結構ありますね。はい、記念すべき30回大会に向けて、さらに精度を高めてチーム作りをしていきたいと思います。これ食べたいの？ごめん、落ちた。はい、ということで、まあ、塾生の皆様には今日の朝もですね、動画上げております。あの、塾生向けの動画ってなかなか告知が皆様のところに行かないことが多いので、まあ、ちょこちょこですね、メンバーシップ限定の、あの、再生リストの方から見ていただければ更新されていると思いますので、ぜひご覧ください。はい、あとは、まあ、いつも通りという感じですね。 5000GB がもらえる応援のシステムとかも一緒です。はい、そして予備マッチ開催で日替わり報酬が変更ということで、星4監督も入れ替わりになっております。ダリオコネス、ルイリケ、スカニーレ、ダミッチに加えてパサーリャが今回登場しているということですので、持っていない、最近始められた方とかは、必ずゲットしていくようにしましょう。何度も言ってますが、現在ですね、監督をコーチとして使うことで戦力を上げることができるんですけども、このコーチとして使うために監督チケットっていうガチャがあるんですが、これはですね、持っている、監督にチケットで同じ監督が出れば、コーチレベルが上がっていくという仕組みになるので、持っていない選手がチケットで出てしまうとですね、そのチケット1回分が無駄になってしまいます。ここで必ずゲットしておくことをお勧めします。ちなみにチケットでゲットした後にこの1000ポイント達成報酬をやっても無意味です。これは、あくまで持っていないオーナーさんだけがゲットできる、1回だけの、達成報酬になりますので、持っていないオーナーさんは必ずですね、これを達成して監督を、優先して取っていくようにしましょう。はい、そして次回更新、ダリオコネスがいなくなるということですので、まあ、優先的にはダリオコネス監督から取っていくといいんじゃないかなというふうに思います。またですね、選手変わってます。イカカナ選手とかいろいろ来てますけども、まあ、注目すべきはこの選手ですね、シーアジェラ選手、パラグアイの選手です。まあ、最近始められた方とか、中級の、まだパラグアイのインターナショナルをクリアできていないというオーナーさんに関して言うと、必ずこの選手をご突していくことをお勧めします。パラグアイ、優勝すると非常に強いゴールキーパー、チラベルト、キーパーが手に入りますので、この選手を手に入れるためにもですね、このパラグアイの選手っていうのは、ぜひ優先して取っていくことをお勧めします。はい、では次に行きましょうか。さあさあさあ、来ました、レジェンドマッチですね。予想通りレジェンドマッチで、チェルシーの選手、なんとディラグバということで、まあ、ドログバですね。ぜひとも実名選手で登場してほしいドログバなんですけども、まあ、まずはちょっとレジェンドマッチという形になってしまいましたね。
はい、ドログバ選手見ていきましょう。数値9581ということで、まあ、最近のレジェンド選手と同じぐらいの数値になっています。フィニッシャー系統、そして特徴がフィジカルスターにここということで、まあ、非常に優秀な、特徴がついているかなというふうに思います。まあ、ここに関して言うと、連携つなげてしまえば、シンプルに強い特徴に変わります。フィジカルスターも優秀です。あとはですね、スキルランク A にボンバーヘッド持ってるのもかなり優秀かなというふうに思います。はい、まあ、非常にいい選手ですので、しっかりと、獲得してご突していくことをお勧めします。はい、どうぞ。はい、まあ、またですね、このドログバ選手の最強の作り方とかも上げていきたいと思いますので、よければチャンネル登録して動画をお待ちいただければなというふうに思います。あとは、まあ、レジェンドマッチを行うことで監督スカウトチケットが合計で3枚手に入りますということですね。ちょっと少ないですよね。おそらく長くやられているオーナーさんはそろそろですね、コーチレベル4のコーチが出てきていると思います。さらにコーチが被った場合はですね、銅コインだったか銀コインだったか忘れましたけど、コインになります。ほとんどあんまり意味をなさないような、感じになっちゃうので、それがすごく残念ですよね。できればこういったものっていうのはレベルがマックスになったらもうその選手は出ないという形にしてくれないと、いつまで経っても、まあ、全体のコーチレベルを上げていくっていうのは、まあ、本当にただの運のみという感じになってしまうので、まあ、ぜひ運営さんにはそこは改善してもらいたいところですね。コーチレベルがマックスになった監督は、出ないというふうにしてくれないと、いつまで経っても、まあ、運要素のみという感じになってしまうというふうに思いますね。はい、で今回のレジェンドマッチの特攻選手はフアン・マタ、ネマニャ・マティッチ、フィル・ジョーンズ、それぞれですね、スタメンに使うことでこのように合計選手のボーナスポイントが、240%、まあ、1人頭 80% なんですね。でこれベンチでも大丈夫です。でベンチでも大丈夫なんですけど、ベンチに置くと確か 40% とか 30% とかまで落ちてしまいますので、まあ、ぜひとも、スタメンに入れて合計選手のボーナスポイントをしっかりと高めてから、やっていくと、たくさん選手もゲットできますし、今回ですね、1万ポイントクリアすると、能力アップ秘密練習、まあ、紫ビブス、黒ビブって呼ばれてるやつ、GB100 がもらえますので、まあ、しっかりとこの特攻選手がいる方は特攻選手を使って回していくということ。あとはですね、特攻ガチャは引かない方がいいですよって前お伝えしてるので聞いてないと思うんですけど、ほとんどの人が、星5確定スカウトチケットとか貯めてるのであれば、僕はですね13枚、貯めていまして、先ほどバッと回してきました。まあ、ちょっと動画にしてなくてすいません。で、マティッチとジョーンズ2体ゲットできましたので、まあ合計160% ですねのバフで回っていこうかなというふうに思います。ちなみに 160% のバフで回って、イングランド選手2名、それから、無失点、まあ、などをクリアしていくと、だいたい450とか460いくつとか、まあ、ちょっと忘れましたけど、まあ、それぐらいなんですね。なんで、まあ、1万ポイントクリアするのにだいたい2回 AP 回復分、まあ、100AP 分ぐらいで、100GB と黒ビブってなると、要は 100GB 返ってきて、100GB で黒ビブが手に入るということになるので、まあ、ちょっとややこしいこと言ってるかもしれないんですけど、要は 160% のバフがあれば、しっかりと周回して GB 砕いて周回しても半分 GB は返ってきて、しかも、黒ビブも手に入ると、まあ、いうような、こともできます。まあ、当然3体ですね、またマティッチ、ジョーンズ全部手に入れてれば 240% で回れますので、さらに、まあ、お得ですね。ほとんど GB も返ってくるような状況で、まあ、もちろん目減りはしますけども、黒ビブもゲットしていくことができるというようなことですね。はい、まあ、この辺は、それぞれですね、自分で計算したりして、何がお得なのかなということで回っていけたらいいのかなというふうに思います。はい、最後の最後、こちら、まさかまさかのガチャが追加されております。まあ、どんなのが来るのかなと楽しみにしておりました。まあ、レジェンドが来るのは来るんだろうなと思ってましたけども、僕の予想ではさすがに、アーセナル
アーセナル、リバプール、来るかなと、マンチェスターとか来るかなと、思ったらですね、まさかのちょっと謎のユーロスターズという、ちょっと度肝を抜かれる、さすがセガさん、運営さんというような、ことでございます。まあこれに関してちょっと、ガチャ画面から見ていきたいと思います。はいはい、ということで、ガチャ画面、ガチャの考察の動画撮ったんですけど、この後、実はちょっと、ある選手についてめちゃくちゃ、解説が長くなってしまいまして、すごい長くなっちゃったんです。4体しかいないのに、まあ、その1体のためにですね、すごい時間が長く解説、撮ってしまいましたので、ごめんなさい、ちょっと編集の関係で、一旦ここで切らせていただきます。で、続きは後編という形で、すぐにお出ししますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ということで、この辺でこの動画終わりたいと思います。それではまた。